はい、皆さんこんにちは、リーダーのわけでございます。というわけでですね、今回は召喚の方をやっていきます。今7日14日目かな、ログインしたので、まあ引けますよというふうになってます。はい、エレキシュガルが欲しいですね。エレキシュガル、エレシュキガルね、エレキシュガルってずっと言ってるけど俺、エレシュキガルです。はい、やっていきましょう。久しぶりですね、動画自体は。お、ボーリング入った。頼むよ。はい。お。来たー。なんか知らんけど来たわ。ギルガメさんじゃないですか。多分ギルガメだよね。キャスターギルガメッシュ、ウルクの危機に応じこの姿で限界した。貴様の召喚に応じたのではない。つけ上がるなよ雑種。かっけー、やべえやべえ、超かっけー。何この動画、かっけー。ギルガメ先生じゃないですか。マジ？俺キャスターだったからまた被るかなと思ったけど、ギルガメ先生じゃないですか。やばやば、ギルガメ先生来たわ。もうギルガメッシュ来たわ。マジか、マジですか、はあ、かっけえ。やば、かっこよすぎでしょ。天に捧げる果実のごとく俺に貢げよ。貢げって言われてる貢げって言われてしまったけど、貢いだ方がいいのかなこれ。まあ貢ぐけどさ。いやー強いな、カリスマ A プラス。やばー、もう敵全体か、ありだな。しかもカリスマで上げれるってことは、あー、ありです。はい、というわけで今回こんな短い動画だったんですが、ご視聴ありがとうございました。また次回のご視聴お待ちしております。お願いします、チャンネル登録等もお願いします。あとあのですねですね、タマモキャットのあれ、もう一回待っておきます。アサシン、はい、アサシンって、どやった割には、はい、バーサーカーでした。はい、申し訳ございません。というわけで、ご視聴ありがとうございました。さようなら。